w i m e 2 4 1 3 w i m 千2 4 1 3は1987年にヤマハが開発した FM 音源チップ。モノフォニックにオペ音源であり、FM 音源9チャンネル同時発音モードと FM 音源6チャンネルリズム音源をチャンネル同時発音モードを切り替えて使用することが可能である。系譜としては w i 三千八百十二のサブセットにあたる。オピール2で追加された。 波形選択は2種類に減少したものの可能である。反面、オピール2が持っていた音声合成モードや、それに伴う大麻などの機能、一部のパラメータの分解能などが削減された。オペレータの接続は直列に限定されている。音色のパラメータ保持するレジスタは1組のみになった。削減された音色レジスタの代替として、 15種類の音色がプリセットとして用意されている。このチップ内蔵の15音色とユーザー定義音色を組み合わせて使用することになる。出力は9チャンネル同時発音、もしくは6チャンネルリズム音源をチャンネル同時発音が可能である。パッケージは18ピンリップ、または24ピンソップ。9ビット度 A コンバータを備える。動作周波数 3.579545MHz。 駆動電圧はプラス5ボルト。内蔵音色は、キャプテンシステム、文字多重放送に対応している。ヤマハの4オペレーター FM 音源では、アザーは、アタックレート、リケーレート、サスティンレート、サスティンレベル、リリースレートの5つのパラメータが用意されているのが、一般的である。YM2413 はそのうち、サスティンレートが存在せず、リリースレートの値が、サスティンレートと、 リリースレートを兼ねる設計である。どちらを指し示すかは切り替え式であり、サスティンレートを設定すれば、リリースレートが固定となり、リリースレートを設定すれば、サスティンレートが固定となり、出力が全く減衰しない。これは演奏中に任意に設定可能である。テストレジスタマルチプルレベル、はい、ナンバーレジスタを注意深く設定すると、FM 音源のオペレーターを、 DAC のように制御でき、このことを利用して8ビット相当の PCM 再生を行うソフトウェアが存在する。チップに内蔵された以下の音色は WIME2413 に一組しかない。音色保持用のレジスタを占有せず、制限なく利用可能である。落とし記名はアプリケーションマニュアルに従った。ありがとうございます。